コナミさん、メンテナンスお疲れ様でした。どうもプラスミナンバーワン芸人の大野たかるです。よろしくお願いします。わなちゃんです。よろしくお願いします。さあプロスピ、金曜日の夜から土曜日の昼まで、メンテナンスに取りました。復活しました。おめでとうございます。いやプロスピのない日々、プロスピのない時間、いやもう本当ね、なんだろう、プロスピの大切さを分かった、そんな時間でしたね。プロスピはやっぱ最高です。ということで、和久井さん、ホーム画面、自チーム西武ライオンズ、無課金やかでございます。いやー、動画が撮れる喜びを、ありますね。今日ね、この選手使います。はい、ローキ君です。ありがとうございます。佐々木朗希君ということで、まあね、僕的に初使用の選手です。はい、まあ、本当に楽しみですし、まあ、やっぱ球威とか高いし、それでも164キロあるし、スプリットもあるしということで、フォークもあるしということで、ちょっとね、期待したい今日は、でランク戦試合とルームでちょっと超高速やろうかなと思ってて、超高速でやっぱ佐々木さんって参るんで、C2 に向けて皆さんぜひぜひゲットしてくださいというね、動画撮っていきたいと思います。ということで、2試合やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう。さあやっていきましょう。ここですね。いやもうめちゃめちゃ久々、このなんか12球団でやるリアタイめちゃめちゃ久々、なおかつ無課金もめちゃめちゃ久々ですね。さあやっていきましょう。高速球切りついてるんですよ。まずはやっぱここのスプリットかなと、ありがとうございます、ね、で1回見せたんで、もう1球ここストレートですね。ベスピン出るね。今日いいよ、ライト、これベスピン出てるから取れるよ。よいしょね。ベスピ出てあそこまで飛ばされるんかい。どういうことやねん。ふわえれー、ふわえてごらん。で、ここちょっと1球、フォーク、このフォークが実は縦スラなんですよね。なるほど、そうですね。はい、レフト、レフト、レフト、カットボール持ってる。カットボール持ってるな。まあ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 。じゃあこのスプリット、まあ、手出さないよな、ここはな。で、1球フォーク、どうぞ、置けないですね。さあ、ここはね、ちょっと、ストレートの速さで押し込まない。ここのストレートの方がどうですか？ありがとうございます。最高です。ここのスプリットの方がどうですか？まあまあまあ、ちょっと見えてるね。じゃあ、ここのスタクルチェンジ、これ振ってくるかな？オーケー！ありがとうございます。最高ですね。まあ、僕もちょっとね、今、プロスピ大好きで、もうなんかね、プロスピがないってやっぱもうダメっすね。プロスピしか勝たんのよ、やっぱり。プロスピ芸人っすよ、やっぱりね。あ、ライト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 。うわ、止めるか。まあ、今のはしゃあないな。しょうがない、しょうがない。ここどうやって抑えようかな。ちょっと、ここのスプリットで様子見。なるほど。で、1球フォーク。これは落ちてくる方です。なるほど、そうですね。うわ、マジかー、知らないですね。まあ、佐々木朗希君がさ、なんていうの、そのランク戦であまり見ない理由って、まあ、やっぱりちょっときついんですよね、リアタイは、これがさ、まあ、超高速とかだったら全然いいんだけど、やっぱり速さを生かせないよね。ちょっと、OK です。世界が生んだ大江さん、よろしくお願いします。よいしょ。いやめちゃめちゃ楽しみなんよ、ローキーの。もう本当に楽しみしてたの。さあ、1番、柳田さん。懐かしい。もうなんか、無課金やからの嫌って懐かしいわ。あ、やばい、よし、よし、よし。スプリームで押してくる感じ。あー、そこで、いや、うまいな、配球うまいな、ちょっと。はい、超高額、パイセン球館。はい、特能出したら今であります。もう、あと、ちょっと、ダメ。振っちゃってるのあかんよ、集中よ、集中。次が2球目。オーケー。インコース、これは外れます。ちょっとね、丸さんは外角の球は流したい。はい、チェーンよ、読みだ。どうする、何の球に来る。オーケー。こっちへ持ってきましたが、外れました。さあ、ワンサイズ、フリーボール。
はい、まあ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 早いと待ってるから知らない。はい、どう越えてく？越えてく？嘘や、センター誰よ嘘やって。丸さんからはすげえな。丸の打球を丸が取る。いけないっすよ、いいよ。さあ、ここの位置を頼む。あー、遅刻の、ね、あの神髄を見せてくれ。ここは絶対ホームラン。出せないよ。見えてるよ、シュシュ。はい、どう？ホームランいった？行かないか。帰ってくる？帰ってくる？帰ってこないか。帰れに入ります。いやもうええっていらんのよ、そんなそんな暴走いらんのよ。絶対いらん。もうそれは帰ってくださいって言われちゃうよ。それは帰宅命令です。そんなのは帰宅命令なんよ。あんなプレッシャーか、あんな走塁はあかん。あのチャンスを潰してるんよ。同期くんのさ、初勝利を見届けたいよ、みんな。そう、そう、おいです。さあ、やってまいりました。終わりの方、めちゃめちゃいいもん持ってますね。まあ、世界ランク288の方が来ていただきました。まあ、強さに申し分なしというふうにございます。相手にとって不足なし。さあ、ローチ君、ショコスで参るかどうか行きましょう。まずは高めのスルートですよね。ありがとうございます。もう一球いっていいな。この見逃し方でももう一球いっていいんだよ。で、ここにスプリットを放って、はい、ありがとうございます。で、多分ここをスプリットくると思ってるんで、逆に相手は逆を突くと。ありがとうございます。まあ、これがローキ君、やっぱね、超高速の強さなんですね。で、またスプリットですね、ここは。スプリットで攻めて、これ、カニ系でいいです。カニ系でいい。もう、引っ張らせる。内角で引っ張らせる。ボール先行です。でもストレートですね。ありがとうございます。ライト、ライト、取れるよ。マジか。そこ取れないんか。俺は取れる人間だって欲しかったな。集中。さあ、このストレート手出すか。ベスピ率は高い。もう一球どうかな。もう一球いって。来てこないか。じゃあここ、スプリットにします。まず1球スプリット。OK。で、縦のフォーク。これがいいんですよ。OK、ファースト。強いですね。お相手の方めちゃめちゃ強く、巨人純正か。なるほどね。スティーブに向けて練習してるのかな。で、ここね、あえて、長打系でパリ系の縦スライダーではめるんよ。これはめるんよ。ああ、はまんない。ああ、これはうまく持ってかれた。まあ、しゃあない、しゃあない。これはね、お相手さんがうまかったですね。これはしゃあないっす。で、引っ張り系で、高めのスプリット。OK。で、フォークいっちゃおうか、1球。ここのフォークは強いです。はい、ライト。ライト。ライト。OK。ナイスです。これ遅かったらでかいね。バッティングカットで。さあ、いおりさん打ち崩せませんでしたと。さあ、行こうか。そう、取れるよ、絶対取れるよ。いや、このさ、打率どのぐらいの方かちょっとわかんないんだけど、この方、ちょっとこれ打たないで、打たないで、打たないで、打たないで。真ん中打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。まあ、これぐらいに抑えられてるっていうのはかなりいい兆候だと思うんですよね。やっぱローキ君は絶対大会では参るんよ。せーの、せー、絶対参るよ、参るのよ。ちょっと一球ここのスライダーでボールでいいよ。あ、入った。あかんなー、それはええしかあかん。あー、まあもうしゃあない。入れたのは自分のせい。入れたがり、集中。なるほど、そうですね。 OK、いいよいいよ。この方はストレート張ってんな、多分。じゃあ、あえてストレートで。オッケー、はい、ありがとうございました。オッケー、まあこの相手抑えたってことはかなり、まあ良かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。